はいどうも、フリークマトです。 ATD ゼロで円卓ハードアルファ多数の未確認飛行物体が接近中、今回はリロリロ、リロード L、 リロードパワー L ということで、この組み合わせでリロード優先で飛んでみたいと思います。あら、パーツもう一個つけれたのにつけてないまあ円卓ではね、みんなやっぱ誘導上げた方がいいとは言うんだけどちょっとバンバン当てるよ、やってみよう。ただいまより緊急編成を実施する。君のコールサインはアルファワンだ。最後、各チームとも作戦行動に移れ。これはこっちにやった方がいい。エリア B7R を敵の手に渡すわけにはいかない。こっち、より多く破壊した部隊には得点が支給される。可能な限り多くの敵を破壊せよ。そういう方考えないでね。ロックした。ミサイル発射。ライザーブッシュ。どうせ当たらない。改造機だ。どこだ、わかんねえや。反対側が下の方。回避回避。真ん中は敵が薄いやん。こうやって出てくる。ロックした。ミサイル発射。スプラッシュワン。ガンキル。火吹いた、火吹いた。
これは当たんない。ガンの射程内。いや。ロックオン。ロックキュー。残り時間1分。ターゲット撃墜。発射。まだ2時が終わってないのにもう30秒かよ。ロックした。レーダーに新たな反応。さらに敵の増援。もう終わるよ。終わるよ。時間残り10秒。暴れる時間ねえよ。ミサイル発射。怒って落ちちゃったみたいだしね。アルファ隊が大きな戦果を上げた。報酬の使い道でも考えておけ。C だよ。C。めったに取らないし。なんか引いたでは？なんでしょう。うわ、黒。